フンババ像フンババは、メソポタミア神話のギルガメシュ女児史に登場する、レバノンスギを守る、森の番人。その命は、思考神エンリルによって受け、太陽神ウトにより育てられた巨人。七つの好奇で身を守る。恐怖、善悪、あらゆる悪などと、あだなされるが、その形容は様々で、一説では前述のように、巨人であり、また恐ろしい怪物でもあり、森の精霊。 時に神を示す、限定デリンギルが作れ例もあることから、自然神とされることもある。その要望は異形であり、剣のな口は竜、顔は、しかめっ面の獅子、胸は荒れ狂う洪水と例えられるほか、以下のようにも描写される。彼が誰かに目を向けた時、それは死を意味する、ふんばばの方向は洪水であり、彼の口は火を意味し、吐息はまさに死である。何者かが森に踏み入ったとすれば、 彼は100リング離れた場所からどんな森のざわめきも聞き分ける。また残っている彫像の多くでは、彼の顔はちょうど動物の蝶のように一本の管をぐにゃぐにゃと丸めたような形で表現され、見る者に不吉な印象を与える。こうした恐ろしい行走のために、ふんわばの顔面を用いた壁掛けなどは魔よけに用いられたとされ、内臓、誕生占いなど戦国会では、 フンババの層が現れるのは良くない兆候であると判断された。このように、フンババは恐怖の象徴のように扱われてきたが、実態は杉森を怪我さんとする人間たちへの脅威で、あって、進んで悪事をなすようなままのではない。女児市内では、高柏の森を保全するため、エンリルが、フンババを人々の恐れの的と定めたとあり、彼の根底にあるものは、あくまで森の守護者としての使命である。 初版によって内容に差異が認められるが、フンババの最後は、ギルガメシュ女子史にて初めて、かつ改めて研究された。全体の大きな流れは同じであり、まず、難儀を重ねて、杉森へたどり着いた二人の英雄ギルガメシュとエンキドゥが、太陽神様主の助力と共に、フンババを倒しその首を持って、凱旋、というものである。ギルガメシュとエンキドゥは杉森への道を黙々と歩き、 山々を登る。道中、ギルガメシュは複数回にわたりシャマシュに祈りを捧げていた。森の入り口付近へ差し掛かった頃、突如としてシャマシュが天から急いでふんばばに立ち向かうのだ。彼は今、七つの鎧をうち一枚しか身につけていない。彼が森の奥へ隠れてしまわないように、早くと警告を告げる。ギルガメシュとエンキドは繊維を奮い立たせたが、 フンババが一度叫ぶと、あたりに恐怖が満ち、森の守護者はなおも叫び続けた。二人の英雄は互いをこぶし合い、森へと近づいていき、完全に広がる、見事な森には、いるニニの聖書があった。フンババはギルガメシュに、なぜやってきたのかを、エンキドと話し合うように忠告。続いて、エンキドに言った。ギルガメシュを我が前まで連れてきたのはなぜか。お前は、 よそ者である彼と共に立つというのか。わしは、お前たちの喉と甲を噛み砕き、毎日ハゲタカヤワシに、それを食わせよう。それを聞いたギルガメシュは、おじけづくが、縁キるに、後ろ向きになるなと応援され、森番と二人の英雄による戦闘が開始。両者の動きで、大地や木々が避ける中、シャマシュが十三の風を煽り、フンババの足を止めた。ギルガメシュの武器が、フンババを捕らえると、 ウルクの生え抜きギルガメシュよ、お前の望むままに木材を与えようなどと降参する。エンキドゥは、フンババの言うことに耳を貸すなと釘を刺すので、フンババは、お前の傍らに、お前の愛する者がいる。そのギルガメシュに行って、我が命を救ってくれと嘆願したが、エンキドゥは、友よ、フンババを捕らえよ。絞り上げよ。撃ち殺せ。粉々にして、抹殺せよ。捕らえ、絞り上げ。 打ち殺し、粉々に抹殺せよ。エンリルが怒らぬうちに、神々が我々への憤怒で満ちる前にと態度を変えることはなく、勝ち目がないと悟った、フンババは、二人を老齢まで生かしてはならない。エンキドゥは、ギルガメシュ以上に、高齢を得てはならないと言った。エンキドゥは、自分がこれ以上をお供に話しても友は聞かないと語り、フンババの内臓を肺まで取り除き、残った頭を金おけに押し込めた。 エンキドゥはギルガメシュにフンババを殺害するように言う。ギルガメシュは斧を手に取り、大立ちを腰帯から抜いてフンババの甲を撃った。エンキドゥは心臓を撃ち、彼の二度目の攻撃でフンババは生きたい彼の手下である、雛鳥ドリたちも、そして森全体も静まり返る。この時の様子をフンババが持つ七つの好期に習ってか、七つの恐れが殺されたとある。 森に入ったギルガメシュとエンキルが木々を伐採する音を聞いて、フンババは誰が森へ立ち入ってきたのか、一体誰がこうかしを伐採しているというのかと怒り彼らに襲いかかろうとするが、シャマシュから近づきなさい、恐れるなと後押しを受けたギルガメシュたちを見て、さらに激怒する。フンババはお前たちを冥界へ落としてやるなどと脅迫するも、ギルガメシュが 天なるシャマシュを見上げて叫んだので、シャマシュは八つの風を吹かせそれによって、フンババは王女を余儀なくされてしまった。フンババは降参し、ギルガメシュの僕となることや森の木々の中から立派なものを献上すると言って、除名を買う。しかしエンキルは、フンババの言うことを聞いてはいけない。フンババを生かしておくな。とギルガメシュに警告。そして、フンババは殺された。ギルガメシュと少女の国。 または、ギルガメシュと、フアワという題目で伝わるシュメール5番のエピソードでは、シャマシュウトゥ、フンババフアワと呼ばれている。ウトゥはギルガメシュに、獅子の前足と足の後足を持った七柱の勇士を与え、ギルガメシュ自身は、斧で武装させた国の若者50人を引き連れ、七つの山を越える。たどり着いた一行は、高柱を借り始めるが、その異変に驚き駆けつけたフアワの、 驚愕の輝きを浴び、ギルガメシュは眠ってしまった。いつまで眠っているんですか、と、エンキ気筒に起こされたギルガメシュは、フワワに姉妹を妻として捧げるから、代わりに、イフの好奇を与えるように申し出る。言われた通りに好奇をすべて脱ぎ捨てたフワワを、ギルガメシュは殴り、捕らえることに成功。だがフワワが助けをこうので、そんな姿に、ギルガメシュが同情していると、エンキ気筒がフワワの首を跳ねる。 その首は革袋に入れられ、ふわわを森の番人に任命したエンディルに届けられた。エンディルは激怒するも、ふわわの好期を各地に分け与えて供養する。彼は一つ目の輝きを草原に与えた。彼は二つ目の輝きを川に与えた。彼は三つ目の輝きを吉原に与えた。彼は四つ目の輝きをライオンたちに与えた。彼は五つ目の輝きを宮殿に与えた。 六番目の輝きを森へ与えた。七つ目の輝きをヌンガルへ与えた。エンリルは彼らに直接復讐するようなことはしなかったが、本当なら、フワワは今だって、お前たちの食べるパンを食べているはずだったのだ。お前たちの飲んでいる水を飲んでいるはずだったのだ。本当なら彼は称えられているはずだったのだと非難しつつ、物語はこう結ばれている。強き者、ギルガメシは称えられよ。 にサバに祝福あれ、以下、不安に後期を脱ぎ捨てさせるために、ギルガメシュが大価として提案したもの。彼の姉妹、マトゥルエチャの粉大きな靴小さな靴半奇跡枝の束、ギルガメシュは、その後、延期での死を経て、自らの死も意識するようになり、徐々に、その恐怖に苛まれるようになる。神々は、ことあるごとに、ギルガメシュに、彼のしたことを、すなわち、特別な木を盗んだこと。 ふんばばを殺したことを思い出させた。ふんばば没によって封印が切られた杉森は、その立派な高架子はお様々な建築物などに活用されたが、度重なる伐採によって木々は減少し、絶滅危惧,危惧への一途をたどったという。ふんばば大事の物語は、世界最古の自然破壊の記録として後世に残るも、ギルガメシュとエンキズという有毛果敢な英雄による、 王剣丹としても語り継がれてきた。例えば、ウル第三王朝の第二代の王、シュルギは、ギルガメシュの兄弟であると自称し世間に、フンババ大事の一環を伝えている。エラムの神フンバンと関わりがあるといい。フンババの名前と役割は、ヘレニズム時代のシリアに伝わる伝説の守護霊コンバボスに継承されているという、フンババを自然神と捉えたとき、彼が住んでいた。 杉森の位置から推測すると、シリア地方かアナトリアの神であることが頷かれており、その場合、ギリシアの女神であるキュベレとヒッタイとの女神、クババに類似することを注目されている。切断されたフンババの頭部は、美術表現に用いられ、じっと見据える目とモジャモジャの髭と髪の毛は邪気笑いとしての役割を担っていた。この、切断されたフンババの頭部という表現は、 バビロン第一王朝からネオアッシリアまで継続して見られ、そしてアケメネス朝の支配と共に衰退していったが、ギリシアのペルセウスの物語の中に類似性を見つけることができる。この場合、メデューサの頭部がフンババのそれと同じ役割を果たしており、神話の中でペルセウスは、やはりメデューサの頭部を革の袋に収納した。またジュディス・マッケンジーは、ナバテア王国のペトラのフリーズに、 ふんばばを見つけたと主張している。ABC 池上 P191 打つ。I never knew.A motherfu volemi.No.A fatherfu brought me up.I was born in the mountains.You brought me up.Ohaza motherfu volemi was in.AK 部 in the mountains.The fatherfu engendered me was.AK 部 in the hills.Uts left me to live all alone in the mountains.ABCD 岡だ。 小林 P237 矢島 P189? 岡田、小林 P233 ギルガメッシュフワは、バージョン A ハットエピックオブギルガメッシュ、タブレット2、ステファニーダリー、ミスフロムメソポタミア、1989S スミス、ザ・フェイスオブフワは、ジャーナルオブザ・ロイヤル・エイジアティック・ソサイティ26、岡田、小林 PP237 から238、 月本 PP2958 月本 P207 岡田小林 P232 ナングルザゴテス・オブ・プリズナーズザデス・オブ・ギルガメッシュセグメント F ・フロム・メツラン・アーカイブド2006年12月30日アット・ザ・ウェイ・バック・マシン岡田小林 P238 アジマ P189 ノーテッド・アット・アン・アーリー・デート・バイ・クラーク・ホプキンス アシリアン・エレメンツ・イン・ザ・ペルセウス、ゴーガン・ストーリー、アメリカン・ジャーナル・オブ・アーキオロジー38、ジュディス・マッケンジー、ーエーティ・レイ・エス・アンド、エシュミット・コリネット、フェイセズ・イン・ザ・ロック・アット・ペトラ・アンド・メダイン、サレー、パラスタイン・エクスプロレーション・クオータリー130-37、39-With ・レフレンス、ス、ノット・オール・ディキャ i テーションシーンズアレアイダンティファイアブル、アズ、ギルガメッシュ・フンババ、 in 1928copher Claymod, to find only one, Judith S. McKenzie, keys from Egypt and the East observations on Nabataean culture in the light of recent discoveries breathing of, of the American schools of oriental research, number、no. 324, Nabataean Petra Especially P107F, ありがとうございます。